こんにちは、三橋トラです。今日は2月4日立春。まだまだ寒い日が続きますが、暦の上ではもう春です。ところでこの立春は日本のお隣中国から渡ってきたものです。南吉さんの童話や小説にも中国を舞台にした作品がいくつかあります。今日は張光霖という童話を朗読いたします。こちらの作品、 YouTube でも多くの方が朗読されていますが、張光霖について私から一つ大事なお話をさせていただきますと、このお話はゴンギツネ同様南吉の作品ではあるのですが、ある人物によって結構手直しされているのではないかということを前もってお話しした上で、張光霖聞いていただきたいと思ってます。ある人物とは、ゴンギツネを添削した鈴木三重吉さんのことです。私たちが小学校4年生で習うゴンギツネは、新見南吉が書いた作品ではあるんですが、鈴木三重吉さんにだいぶ書き直されて、ラストの印象もちょっと変えられているっていうのは南吉ファンの間では有名な話なんですが、この張光霖も同じように三重吉さんの赤が入れられているであろうと私は思います。まだ16歳の作家としては駆け出しだった南吉作品に赤を入れるというのは至極当然というか仕方がないことだったのかもしれませんが、私としては南吉の書いた草稿、生原稿を読んでみたかったなと思います。語り出すと長くなってしまいますので、先に朗読を聞いていただいて、その後後からですね補足をさせていただこうかなと思います。お時間が許せば最後までお付き合いいただけますと幸いです。なお青空文庫の方では中国となっていますが、ここでは雑誌赤い鳥に掲載された時のシナという言葉を使いたいと思います。それではどうぞお聞きください。張光霖。奉天大戦争の数日前のある夜半のことでした。我がある部隊の大隊長青木少佐は、畑の中に立っている保証を見回って歩きました。保証は命ぜられた地点に石のように突っ立って、厳しい寒さと眠さを我慢しながら警備についているのでした。第三保証、異常はないか。少佐は小さく声をかけました。はっ、異常はありません。保証の返事があたりの空気に低くこだまをしました。少佐はまた歩き出しました。頭の上で小さな星が一つかすかに瞬いています。少佐はその光を仰ぎながら足音を盗んで歩き続けました。もう少し行くと次の保証の影が見えようと思われるところで、少佐はどかりと足を踏み外して凍った土くれをかぶりながら、ガタガタガタドスンと深い穴の中に落ち込みました。不意を食った少佐はしばらく穴の底でぼんやりしていましたが、あたりの闇に目も慣れ気も落ち着いてくると、穴の中の様子がうすうす分かってきました。それは4メートル以上の深さで、底の方が広がっている水の枯れた古井戸だったのです。少佐は声を出して保証を呼ぼうとしましたが、待て待て、深い井戸の中のことだから保証のいるところまで声が通るかどうかわからない。それにもしロシアの石膏に聞きつけられたら、むざむざと殺されるに決まっていると思い返し、そのまま黙って腰を下ろしました。
明日の朝になったら誰かが探し当てて引き上げてくれるだろうと考えながら、丸い井戸の口で仕切られた星空を見つめていました。そのうちに井戸の中が案外暖かなので、うとうとと眠り出しました。ふと目覚めた時はもう夜が明けていました。少佐はとあくびをしながら赤く輝いた空を見上げた後、ちょ、どうしたらいいかな、と心の中でつぶやきました。まもなく朝焼けで赤かった空はコバルト色になり、やがて濃い水色に変わっていきました。少佐は誰か探し出してくれないものかと待ちあぐんでいましたが、誰もここに井戸があることにさえ気がつかないらしい気配です。上を見ると、長いのや短いのやいろいろの形をした切れ切れの雲が、後から後からと白く通っていくきりです。とうとうお昼近くになりました。青木少佐は腹も減り、喉が渇いてきました。とてもじれったくなって、大声で、おーい!おーい!と幾度も怒鳴ってみました。しかし、自分の声が壁に響くだけで、誰も返事をしてくれるものはありません。少佐は仕方なく、無駄だとは知りながら、何度も何度も井戸の口から下がったつるぐさの橋に飛びつこうとしました。やがて、ああ、と疲れ果てて、べったりと井戸の底に座り込んでしまいました。そのうちに、とうとう日が暮れて、寒い宵闇が迫ってきました。夕べの小さな星が同じところで寂しく光っています。俺はこのまま死んでしまうかもしれないぞ。と、少佐はふとこんなことを考えました。自分は今さら死を恐れはしない。しかし戦争に加わっていながらこんな古い井戸の中でのたれ死にをするのはいかにもいまいましい。死ぬなら敵の弾に当たって華々しく死にたいな。とこうも思いました。まもなく少佐は疲れと空腹のために眠りに陥りました。それは眠りといえば眠りでしたが、ほとんど気絶したも同じようなものでした。それから幾時間経ったでしょう。少佐の耳にふと人の声が聞こえてきました。しかし少佐はまだ半分うとうとしてはっきり目覚めることができませんでした。はは、地獄から鬼が迎えに来たのかな。少佐はそんなことを夢のように考えていました。すると耳元の人声がだんだんはっきりしてきました。しっかりしなさい、と品語で言います。少佐は品語を少しは知っていました。その言葉でびっくりして目を開きました。気がつきましたか。助けてあげます。と、そばに立っていた男がこう言って抱き起こしてくれました。ありがとう、ありがとう。と、少佐は答えようとしましたが、喉がこわばって声が出ません。男は井戸の口から吊り下げた縄の端で少佐の胴体を縛っておいて、自分が先にその縄につかまって上がり、それから縄を手繰って少佐を井戸の外へ引き上げました。少佐はギラギラした昼の天地が目に入ると一緒に、ああ、助かったと思いましたが、そのまままた気を失ってしまいました。2. 少佐が担ぎ込まれたのは、掘ったて小屋のようにみすぼらしい、品人の百姓の家で、張魚貝という親父さんと、張光林という息子と二人きりの貧しい暮らしでした。藍色の品服を着た13歳の少年の光林は、少佐の枕元に座って看護してくれました。
光琳は大きな丼にきれいな水を一杯汲んで持ってきて言いました。私があの畑の道を通りかかると人のうめき声が聞こえました。おかしいなと思って辺りを探し回っていたら、井戸の底にあなたが倒れていたので走って帰ってお父さんに言ったんです。それからお父さんと私とで縄を持って行って引き上げたのです。光琳は嬉しそうに目を輝かしながら話しました。少佐は丼の水をごくごく飲んでは、うむうむといちいち感謝を込めてうなずきました。それから光琳は日本のことをいろいろ尋ねました。少佐が内地に待っている光琳と同い年ぐらいの自分の子供のことを話してやると、光琳は大変喜びました。私も日本へ行ってみたい。そしてあなたのお子さんとお友達になりたい。と言いました。少佐はこんな話をするたびに日本のことを思い浮かべては、小さな窓から裏の畑の向こうを見つめました。外では遠くでドドン、ドドンと砲声がひっきりなしに聞こえました。そのまま四五日経ったある夕方のことでした。もう戦いも済んだのか、砲声もぱったりやみました。窓から見える空が真っ赤に焼けて、変に寂しい眺めでした。一日畑で働いていた張魚貝が帰ってきました。そして少佐の枕元にそそくさと座り込んで、困ったことになりました。村のやつらがあなたをロシア兵に売ろうと言います。今晩みんなであなたを捕まえに来るらしいです。早くここを逃げてください。まだ動くにはご無理でしょうが、一刻もぐずぐずしてはいられません。早くしてください。早く。とせき立てます。少佐はもうどうやら歩けそうなので、これまでの礼を厚く述べ、手早く服装を整えて光琳の家を出ました。畑道に出て振り返ってみると、光琳が瀬戸口から顔を出して、寂しそうに少佐の方を見つめていました。少佐はまた引き返していって、大きな懐中時計を外して光琳の手に握らせました。だんだん暗くなっていく畑の上を少佐は身をかがめて、宝典を目当てに野ネズミのように駆けていきました。3。戦役が終わって少佐も内地へ帰りました。その後、少佐は退役してある都会のある会社に勤めました。少佐はたびたび張親子を思い出して人々にその話をしました。張親子へは何遍も手紙を送りました。けれども先方ではそれが読めなかったのか、一度も返事をくれませんでした。戦争が済んでから10年も経ちました。少佐はその会社のかなり上役になり、息子さんも立派な青年になりました。光琳もきっとたくましい若者になったことだろうと、少佐はよく言いしました。ある日の午後、会社の事務室へ年若い品人がやってきました。青い服に麻の編み靴を履いて、腕にバスケットを下げていました。こんにちは、万年筆いかが？とバスケットを開けて受付の男の前に突き出しました。いらんよ、と受付の男はうるさそうに跳ねつけました。墨いかが？筆いかが？墨も筆もいらん。たくさんあるんだ。とその時、奥の方から青木少佐が出てきました。おい、万年筆を買ってやろう。と少佐は言いました。万年筆安い。あたりで仕事をしていた人も少佐が万年筆を買うと言い出したので、二人の周りに寄りたかってきました。いろんな万年筆を少佐が手に取って見ている間、品人は少佐の顔をじっと見守っていました。これを一本もらうよ。
いくらだい？1円と20銭。少佐は金入れから銀貨を出して渡しました。品人はバスケットの始末をして、丁寧にお辞儀をして出て行こうとしました。その時品人はポケットから懐中時計をつまみ出して時間を見ました。少佐はふとそれに目を留めて、あ、ちょっと待ちたまえ。その時計を見せてくれないか。時計？品人はなぜそんなことを言うのか、腑に落ちない様子でおずおず差し出しました。少佐が手に取ってみますと、それは確かに10年前、自分が張光霖にやった時計です。君、張光霖と言うんじゃないかい？え？と品人の若者はびっくりしたように言いましたが、すぐ、私、張光霖ない。と首を振りました。いや、君が光琳君だろう。わしが古井戸の中に落ちたのを救ってくれたことを覚えているだろう。わしは別れるときこの時計を君にやったんだ。私、光琳ない。あなたのような偉い人、穴に落ちることない。と言って聞きません。じゃあこの時計はどうして手に入れたんだ？買った。買った？買ったのか。あ、そうか。それにしてもよく似た時計があるもんだな。ともかく君は光琳にそっくりだよ。変だね。いや、失礼、呼び止めちゃって。さよなら。品人はもう一遍ペコンとお辞儀をして出て行きました。その翌日、会社へ少佐に宛てて無名の手紙が来ました。開けてみますと、読みにくい品語で、私は光琳です。あの古井戸からお救いしてから、もう10年も過ぎました今日、あなたにお会いするなんて夢のような気がしました。よく私をお忘れにならないでいてくださいました。私の父は昨年死にました。私は、あなたとお話がしたい。けれどお話ししたら、品人の私にあなたが古井戸の中から救われたことがわかると、あなたのお名前に関わるでしょう。だから私はあなたに嘘をつきました。私は明日は品へ帰ることにしていたところです。さようなら。お大事に。さようなら。と、大体そういう意味のことが書いてありました。張光琳、お聞きいただきありがとうございました。南吉さんが中学4年生、今でいう高校1年生の時に書いた作品でした。あのゴンギツネが18歳ですから、それよりも2歳も若い16歳。この年齢でよくこれだけの文章が書けるなぁと、何度読んでも感服いたします。冒頭で鈴木三重吉さんに添削されたという話をしましたが、ここでは張光琳ができるまでのお話を、当時の時代背景も合わせて私なりの解釈でお話ししていきたいと思います。まずこの張光琳、もともとは少佐と品人の話というタイトルが付けられていました。これは南吉の日記に書いてあります。昭和4年2月13日の日記に、2時間目の時、学校へ野砲が来たので見学した。空砲を2発撃った。世の耳を詰めていたことはもちろんである。兵士を材料として一つの童話でも作ろうか。とあります。その2ヶ月後、4月22日の日記には、昨日、少佐と品人の話を書き出した。
とあり、5月3日の日記には、少佐と品人の話を書き上げた。古井戸に落ちた少佐と解題と脱稿までのことが日記に書かれています。その2年後、昭和6年11月号の赤い鳥に超降臨とタイトルを変えて掲載されています。タイトルが変わった理由は、古井戸に落ちた少佐よりも超降臨の方がキャッチーでいいのではないかという、まあ、編集部先輩からのアドバイスなんですが、冒頭でも言いました通り、赤い鳥は鈴木三重吉という方が創刊している雑誌です。この鈴木三重吉さんがですね、めちゃくちゃこう手直しをする方で、添削魔という現代でもそんなあだ名がつけられているんですが、かの芥川龍之介さんの蜘蛛の糸が赤い鳥に乗った時にもですね、芥川龍之介さんの原稿にがっつり赤を入れたという人でございます。なのであのゴンギツネもフューチャリング三重吉と言っても過言ではないくらい三重吉色が強く出ているんですが、おそらくこの超降臨もだいぶ南吉の書いた原稿から三重吉の文章に直されているんではないかなと私は感じています。まあ、そうは言ってもですね、三重吉さんの添削がなければあのゴンギツネは教科書に載らなかったと思うので、三重吉さんもグッジョブというわけだったんですが、まあ、そういうことで超降臨は手直しはされたといえ、話の筋は南吉の書いた原稿そのままだと思うんですね。じゃあところでこの超降臨って一体何者なのっていう話です。基本的にこれは南吉の創作なので実在しないキャラクターではあると思うんですが、名前のモデルになったのは超作林なんじゃないかなと私は思います。この作品が書かれる1年前、昭和3年に超作林爆殺事件というのが起きます。まあ、名前からして穏やかではないことが想像に難くないんですが、これは詳しくお調べになっていただけたらと思うんですけれども、張作霖という満州の軍人さんですねが乗っていた列車を日本の関東軍、当時の日本軍が爆破して張作霖氏を暗殺するという事件が起きます。これは日本軍の仕業だったと分かるのはかなり後の話ではあるんですけれども、当時の日本軍というのは先の日露戦争で勝利して、当時イケイケどんどんで無双状態でした。中国もなんとか手に入れたい、まあ、ちょっと雑な説明にはなりますが、そういうことでどんどん満州に侵攻していくわけですね。南吉が生きた時代というのはまさに戦時下だったわけです。よく南吉研究家の間で南吉は戦争批判派だったのか否かということが論じられることが多いです。これに関してはですね、私にも持論はあるのですが、ここでは言わないでおきます。でもこれだけは言いたい、今まさに南吉が生きた時代に突入してしまうんじゃないだろうか、間もなくということです。この懸念私は拭えないです。実はこの張光霖も本当は紙芝居にしてですね、ある中国の方が集まるイベントで演じようと思ったらちょっと NG を食らってしまいました。まあ、その中国の方がおっしゃるには、現在の中国とロシアの関係もあるし、今この情勢でこの作品はちょっとやらない方がいいんじゃないかなということでした。もちろんこの中国の方がおっしゃることもよくわかります。ただこの言葉を聞いてですね、私はひねくれ者なので読むなと言われたら何としてでも読みたくなってしまったんですね。まあ、これは何といっても文学作品です。文学というものに、そして、当時戦時中を生きた作家に対して右とか左とかっていうことを、まあ、もちろん研究するのは自由なんですが、そういう色眼鏡というのかなで見るのは違うかなって思うんです。
現代を生きている戦争を知らない私が自分自身で大切にしたいといつも思っていることがあります。それはですね、その作品を純粋に愛して、作家を信じて、時代背景ももちろん鑑みた上で俯瞰的に作品を見つめることが大切なんじゃないかなと思っています。最後にちょっと難しいことを言ってしまいましたが、私はこの張光霖という童話がこれからも子どもたちの心に、そして一部の大人たちの心に刻まれていけばいいな、そう思って、本日も南吉作品と対峙しているわけであります。というわけで、今日はここまで大変長い時間お付き合いいただきありがとうございました。もしコメント欄で、南吉朗読のこういうお話読んでほしいみたいなリクエストをいただけたらすごく嬉しいなと思いますし、できれば高評価ボタン、それからチャンネル登録も合わせてしていただけると大変励みになります。本日は本当にありがとうございました。またお会いしましょう。お相手は三橋寅でした。